第6章足跡。キリュウの兄貴、こいつが達川ですわ。どんなやつや。こんなやつとはるかが。ほんまにホストみたいな。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、はるかちゃんがよりによって達川なんかと。あいつがハルトの父親なのかよ。確かにそれならカムロ町行ったも納得やな。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ、気分的に。それとこれとは別やろ。なんでじゃ。それでもあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルト悪ないのにな。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけどユータの言いたいことも分かる気するわ。でしょ。やめえバカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃ。何知ってんねんお前は。のキヨちゃん。あ、お、お邪魔しますよ四代目。ここまで来やがった。そねや。お、踊れ。何しに来よったんじゃ。関係どぶち殺してるぞ。南雲くんやめて。じゃけどキヨちゃん。清美、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。詫び？騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は。あの子元気なの？やっぱ子供おったんか。元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。あ？子供もおるんか。まあまあそうなるわな、かわいそうに。桐生さん。うん。改めてだけど、はるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね私。いや、あんたが謝る必要なんかない。うん、そうやぞ。長いことはるかの面倒を見てくれたんだ。めちゃめちゃ優しくしてくれたしな。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだねえ桐生の兄貴、そういやはるかちゃんはどうしてるんすか。なんでハルトのそばにはるかちゃんがいないんすか。いや、おお、そうじゃ。わしらはるかちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ桐生の兄貴。はるかちゃん元気でおるんじゃろう。つらいな。あいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。このままどうなんねやろ。はるか、なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。辰川に会いにカムロ町行ったんかな。そんな分からねえことは山ほどある。だがまず分からなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、
なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。そんで事故やからな。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。うん、それだけ分かってりゃ探しようは。せやな、スターダスト行けば分かるわ。キリュウの兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。西洋界な。ハルトを連れて行くには危険すぎる。あ、キヨちゃんに預けんの。まあまあ、悪いがまたハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？当たり前やん、キヨちゃん。もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。頼んだ、キヨちゃん。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。さあ、カムロ町戻んのか、今から。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。なんで？ん？達川に会いたいんか？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭がなんでやねん。なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだ。ああ、そういうことか。多分な。かわいやっちゃ。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。ハルトよろしくな、キヨちゃん。たまには男さんに野郎とつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。ああ、泣きそうやんけ。水軍アパートへ向かえ。さあさあ、水軍アパートか。なんか喋っとくか。おい、南雲、元気出すよ。よっしゃ、わしも明日に備えて支度するか。結構元気やった。カムロ町着いたらまずはパーッと遊びましょうや。まあまあ、遊んであげよう。キャバクラでも行こうぜ。達川の野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。めちゃめちゃ怒ってんな。はるかのこと好きやったんか。やっぱり達川のやつ、送ったメッセージ全然読んでませんわ。カムロ町行ってすぐに見つかるとええんですが。いや、見つかる見つかるよ。余裕で見つかるよ、そんな。キリュウの兄貴、うちの頭のこと、いろいろ頼みます。お任せてくれ。頭がはめ外して揉め事起こすのが容易に想像できますわ。都会に行ったらな。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから。オッケー。そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、分かった。カムロ町行く準備をしよう。準備ができたらアパートへ戻ろう。ああ、オッケーオッケー。じゃあアパート行ったらカムロ町に行っちゃうんか。マジか。ちょっと尾道も、まあ、また戻ってこれるよな。ちょっと準備しようか。あ、またあるやん、クヒ。クヒだ。クヒで。ヒダルキは、ことに戦の大使なり。場所。場所？松尾芭蕉ちゃん。腹が減っては戦ができぬということか。なるほど。覚えとくようにみんな。お、なんかおるね。この前もったな、この人。もういい加減にして。ごめんなさい。でも親子か。
そんな半端じゃやっていけないの。そんなことあんただって分かってるでしょ。分かってます。ただ最後に先輩に会ってお別れを言いたくて。あ、どういうこと。そんな浮いた気持ちなら東京に連れて行けないよ。東京、あなたはこれから東京でアイドルになるんだよ。アイドル。あの子、東京でアイドルに。確かにアイドルの前髪してんな。でも本当にアイドルになりたいと思うなら、余計な未練を残さないようにこの街を出ること。アイドルに恋は禁物なの。恋愛禁止。おいおいおい、先輩って男かいな。忠告はしたよ。さあ恋愛と仕事を。うわ泣いてるやん、かわいそうに。おい大丈夫か。東京で芸能界に入るんだってな。盗み聞き。いや、盗み聞きする気はなかったんだが。みっともないね、私こんなところで泣いちゃって。神社の前でな。俺でよかったら少し話すか。元気出すよ、じゃあな。まあまあまあ。俺でよかったら少し話すか。一人でただ泣いているよりは考えもまとまる。まあ無理にとは言わねえが。うん、ありがとうおじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。SNS トラブルなしになっちゃった。私ミサって言います。ミサミサやん。キリュウさんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。偏見偏見。誰だって年頃の娘が泣いてれば気にはなるさ。いいから何でも話してみろ。何か揉めてたようだが。さっきいた女の人は東京の芸能事務所の方で、私のマネージャーになってくれる遠藤さんです。マネージャーか。その遠藤はえらく怒っていたようだが。すぐ遠藤呼ばわりするやん。前の話なんだけど、アイドルになったら恋愛禁止ですよね。まあな。そのことで叱られてたんです。恋愛禁止。私ね、あるオーディションに受かって急に東京の事務所に所属することが決まったの。でも今になって気づいちゃったんです。私幼なじみの先輩のことが好きなんだって。なるほどね。アイドルになりたくてレッスンも頑張ってきたのに、先輩と離れると思うと迷いが出てきちゃって。そうだったのか。難しい話やな。でも私がアイドルになること、一番応援してくれてるのがその先輩なんです。うわマジか。先輩にはオーディションを受かって東京に行くことを誰よりも先に報告したくらいで、親も周りの人も私の夢を分かってくれなかったのに、先輩だけが私をかばってずっと応援してくれた。そら好きなるわな。なるほどな。だから東京に行く前に先輩には私の気持ちを知っておいてほしい。そしてもし先輩が OK してくれたら、東京にはまだその時にならないと分かりませんけど。遠藤ってマネージャーが怒るわけだ。自分でもバカだなって思います。アイドルになれるかどうか、大事な時に自分の気持ちを抑えることができなくて、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいい。いや会えよ、会え会え。それでも会うべきだろうな。会わない方がいいな。俺がその先輩を忘れさせてやろうか。あ？俺がその先輩を。あ、つい選んでもた。忘れさせてやろうか。恋を忘れるには新しい恋が一番だ。ずっと年上の男も。そう悪いんじゃない。イケオジやったのに、さっきまで。本気で言ってます。今まで親切に話を聞いてくれてたのが台無しになりそうなんですけど。冗談だ。あ、よかった。
ですよね。後付け後付け。ああ気まず。で結局どうする気だ。会うやろ、会いに行こうぜ。まだ悩んでんのか。私やっぱり先輩に会いたい。このまま東京には行きたくない。そうか、そう言うだろうと思っていた。女が人に悩みを打ち明けるときは大抵自分の中で答えが決まってる時。おい、みんな覚えとけよ。そうか、だから私に声をかけてくれたんですね。ありがとう、キリュウさん。話聞いてくれてちょっと気が楽になった。聞き上手やな、キリュウちゃん。いいんだ。じゃあ俺は行くが、もう大丈夫だな。はい。さあ会いに行ってこいよ、頑張って。ああまだ続くね。またこ、あどうしたミサ。例の先輩ってのと会うんじゃなかった。おはよう、行けよミサミサ。なんかいざとなると緊張しちゃって。すみません、もう少し時間くれません。しゃあないな。別にせかしたわけじゃないんだ。また後で来いってか。了解了解。じゃあいつとももう一回会いたいねんけどな。時をかける少女のやつ。なんだ地蔵。地蔵が並んでるな。お供え。え、体力上げてくれんの。ああ、はい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 。あ、そういうことね。じゃあなんか一番少ないし、これ上げとくか。タフネス獲得魅力経験値ブースト効果。ああなるほど、いいやんいいやん、そういうことか。豆腐いかがですか。お、なんや豆腐。あのそこの方、豆腐いかがですか。ん、いや悪いが間に合った。めちゃめちゃ白髪やな。そんなこと言わずにお願いしますよ。うちの豆腐結構絶品ですよ。顔見せへんなこいつ。いらないと言ってるだろう。一丁だけでもいいですから、お客さんが買ってくれないと俺。しつこいやつだな。何？ん？お前まさかポケサーファイターか。あれ、もしかしてカズマくん。はいはいはい、ポケサーね。久しぶりだな。初めて会ったのってあれバブルの頃だ。あ、ゼロで出てきたキャラか。もう30年前くらいになるのか。もうそんなに経つのか。豆腐やってんだよ。カムロ町でお前とポケットサーキットで遊んだこと、ついこの間のように思い出せるぞ。わけえや、キリュウちゃん。まあ俺これやってないねんけどな、ゼロで。うん、俺も不思議とそんな感じがするよ。あの頃は楽しかったな。いやでもカズマくん、ずいぶん老けたね。全然気づかなかったよ。お互い様だ。お前だって昔あった覇気がなくなってるぞ。ってことはポケサーできんのか。そうかな。まあ人は変わるからね。でもまさかこんなところで再会するとは。豆腐屋をやっているんだな。ああ、引退した後しばらくしてから実家の広島に帰ってきたんだよ。そういうカズマ君は広島には観光かい。いや、ちょっとした用事でな。しばらくはこっちにいる。そうなのか。じゃあ今度時間があればゆっくりご飯でも。はい、ダディ。ダディ？ん？ダディ。紹介するよ。この子はサキと俺の息子なんだ。ポケサーファイターに子供が。あいつじゃないんか。尾の道の時に出てきた子供じゃないんか。あの頃は童貞だったのよ。そうやったん。それは言わないでおくれよ。ダディ、この人は誰。何やのお前。Who is this dandy man? 何やのお前、インターナショナルスクール通ってんのか。お父さんの昔の遊び仲間さ、カズマくんって言うんだ。カズマおじさん、はじめまして。Nice to meet you。 ハーフかお前。Nice to… なんかすごい子だ。
ナイス2。びっくりしたかい。家庭の方針で毎日英語教室に通わせていて、ね、あーハーフってわけじゃないか。英語教室。あれ、そういえばさっきと今日の英語教室はどうしたんだ。それは。うわ、お前サボってるやん。お、こんなところにいたの。誰や。マミー。マミーやったわ。早くしないと英語教室に遅刻しちゃうでしょ。マミーの負担を増やさないでちょうだい。さっきのマネージャーと似てんな。でも口答えしないの。いい、さきと、時代はグローバル社会なのよ。英語くらい喋れないと落ちこぼれてダディみたいなしがない豆腐屋になっちゃうわよ。かわいそ。ソーリーマミー、僕英語教室に行くよ。あー、めんどくさいねんな。わかればいいのよ。それじゃあ行きましょうね。あなた、これ以上サキトに悪影響を与えないでくださいね。それに道草食ってる暇があったら一つでも多く豆腐を売って学費を稼いでちょうだい。ああ、悪かったよ。惹かれてんな、尻に。だから豆腐売ってたんか。ごめんよ、カズマ君。恥ずかしいとこを見せちゃったね。いや、今のはお前の奥さんか。なかなかきつそうな人だったが。そうだね。でも優しいところもあるんだよ。彼女は息子の先と立派な大人にさせるため気を張っているんだ。俺みたいな大人になったら大変だからね。そんなことはないと思うが。それじゃあすまないけど、そろそろ仕事に戻るよ。カズマ君、久々に会えて嬉しかった。いや、豆腐買ったろやん。しばらくこっちにいるならまた顔を見せに来ておくれよ。ああ、わかった。豆腐売るの頑張れよ、ポケサーファイター。あくまでポケサーファイターね。ありがとう。名前は知らんぽいな。ああ、これもあれか。なんもないんか。オッケーオッケー。なや、なんかおるな。何してんのお前。何ガン飛ばしてんだこれ。あ、これあれじゃん。クランクリエイターのやつじゃん。強そうなおっさんじゃねえか。おい、その喧嘩買ってやるぜ。何も言うてへんけど。おい、保つ。何や保つって。おい、こら、おい、立てよ。おい、こら、おい、保つ。おれ、はい、よいしょ。クソ弱。すげえ、こんな強いやつがいるなんて。俺もおっさんみたいに強くなりて。あんたの射程にしてください。マスターの言う通りやな。オッケーオッケー、保つ。スキル回転ラリアット、いいね、いいね。ナイスや。こうやってやってくねんな、スカウト。オッケー。他にもちょっとスカウトしたいな、ほんなら。お、なんや、どうした、大丈夫か。泣いてんの。あ、あいつや。元の時間に戻れないなんて。え、タイムリープできんくなってるやん。おい、どうした。あ、キリュウさん。ん、私です。ほら、ミクです。未来と書いてミクな。タイムリープの。うん、お前だったか。どうした、泣いてるのか。うん、話すと長くなるんだけど、キリュウさん、私の話聞いてくれるの。うん。ああ、女の涙を放っておけない。ああ、女の涙を放ってはおけないからな。話してみろ。俺でよければいくらでも聞くぞ。お、聞くよ聞くよ。うん、あのね、実は私、例のタイムリープの力が消えたの。そうか。呆れてるやん、ちょっと。やっぱりまだ信じてくれてないんですね。でも私、嘘なんてついてない。本当に何回もタイムリープできてた。仮にそうだとして。食い気味。そもそもお前はどうやってタイムリープしてたんだ。ほんまそれ。目を閉じて自分が戻りたいと思う過去の記憶を強く念じる。ほう。それだけでいいの。それだけ。
それだけでできますの？初めてタイムリープできたのは、私がパパにひどいこと言った時、その言葉を取り消したい一心で祈ったの。時間よ、戻れ。ほう、ライフイズストレンジみたいな。父親に言ったひどいことってのは？私のパパはさ、いつも陰気で自分に自信なくて、全然父親の威厳がないの。そのおかげでママはよその男と浮気するようになった。マジか。ほんでお前デニール、なんデニールやそれ。タイツ家族はバラバラ。パパはママの浮気に気づいてもおどおどしてるだけで何も言えない。そしてあの日もママは家族をほったらかして若い彼氏に会いに行ってた。浮気もんやな。その日はじとじとして、私はテストの点数が悪くて、おまけに蛇口の水の出がやけに悪かったりして。最悪な日や。だからその時初めて私、本当はママに言わなきゃいけない不満を全部パパにぶつけたの。家族で気づかないふりしてたママの浮気のことも全部パパのせいだって怒鳴ってた。私の言葉で泣き出すパパが惨めで、だから余計ずっと溜め込んでた言葉が止まらなかった。鈴木福君に似てんな。ちょっと分かった、もういい。悪かったな。そこまで真剣に言われたらな。その後パパと話す前にタイムリープできた私は、今度は言葉を全部自分の中に飲み込んだ。あれはやり直せて本当によかった。ほんまに戻ったんかそれ。それからはタイムリープに夢中。図書館で SF の本を読み漁ったりしてね。ママの浮気は宴会。おかげで暗い家のことを思い出さずに済んだ。でも結局何もわからないまま、あの力は急にまた私の中から消えちゃった。これどうなんねん展開が。どうしたらいいのかな。このまま元の時間に戻れなかったら私。なあミク、それはそんなに困ることなのか。え？一年だけ過去に戻ったんなら、また一年待てば元に戻るってことだろう。そうやな。そう、普通の人にとってはそうだよ。でもじゃあ同じ一年をまたやり直せっていうの？あのパパとの陰気な生活をもう一度？ミク、お前。おい、ミク。あ、パパちゃん。あ、パパ？よう、今帰るところなんだよ。パパと一緒に帰るか？え、でも。こんなヤクザみたいなやつが娘の前におったら怖いよな。そちらの方は？あ、この人は桐生さん。知り合ったばかりだけど。いや、パパ心配なるで。これ桐生です。ご心配なく、お嬢さんはすぐにお返しします。そうですか。いや、ご丁寧にどうも。うちの娘がお世話になっています。じゃあミク、父さん先に帰るよ。今日の晩飯はごちそうだって母さん言ってたぞ。なんか別に家族団らんな感じやけどな。聞いてた話と違うな。別に冴えないわけじゃねえし、神さんとも仲良さそうだが。そうだ、この時はパパまだ元気で。ああ、元気。ほなやり直せるチャンスやん。思い出した、パパそっち行っちゃダメ。え、うん、パパ。あ、やばい。このあ、すみません。
わざとらしいなお前。いや、そんな。骨が折れたろうがおっさん、こら。これはタコをつくで。なるほど、チンピラに絡まれたんか。1年前は。でも、私は、許してください。死の子の抜かす前に土下座せや。踊れ、被害者様への態度が悪いないか。おう。私、前にこれと同じ場面見てる。なるほどね。パパ、この後土下座させられて、それでミク大丈夫や。キリュウがおるよ今回は。大丈夫だミク。今から始まるのはお前が見てきたのとは別の未来だと思うぜ。かっこええ。おい、その親父さんから手を離せ。いや、かっこええな。俺が代わりに相手になってやる。逃げろ逃げろパパ。それでもよく。よっしゃ、違う未来見せとるやんけお前ら。おいこら、よいしょ。はい、ヘボ臭いの。はいはい、よいしょ。はい、お疲れさん、お疲れさんと。なんやその手。ありがとうキリュウさん。本当にキリュウさんのおかげで助かった。元の歴史だとね、パパは私の目の前でチンピラに殴られながら何回も土下座したの。その後は泣きながらお金まで払ってた。パパはそんな姿私にだけは見られたくなかったと思う。そりゃそうやわ。だろうな。それまで明るかったパパは私と目も合わせないし、原付きで足止めされてるやん。何をするにも自信をなくした。だから家の中はずっと重苦しくて、ママもそんなパパを見ていられなかったんだと思う。それまでは二人ともすごく仲が良かったのに。未来変えちゃったね、キリュウちゃん。じゃあその暗い歴史はお前のタイムリープで綺麗に書き換えられたってわけか。うん、多分私はそのために神様からほんの一瞬だけタイムリープの力を与えられた。どうキリュウさん、私のこんな話信じてくれる？タイムリープは本当にあったんだって。いや、ありそうやな、その話聞いてたら。まさかな。結局証拠はお前の話だけだ。もう少しは信じたんじゃないの？昔をやり直す、そんな力が本当にあるのかどうか俺にはわからない。ただ人生は一度きりだ。一度生まれて一度死ぬ、それはお前も変わらない。途中を何回やり直したっていい。ただそのことを忘れるな。うわー、胸にくるな。そうだね、グッてくるな胸に。ねえ、グッて。キリュウさんはやり直したい過去ってある？やり直したい過去しかないやろ。俺には全部一回勝負ってのが性に合ってる。そっか。まだ原付き出し止めされてるやん。もしまたタイムリープできるようになったら、その時はキリュウさんに証明しに来るからね。その時は未来の万馬券を見ておく。それが的中したら信じてやるさ。お頼むわ。わかった。それじゃあねキリュウさん、本当にありがとうございました。ああ、元気でな。なんや、お前も現在会釈。なんかゆったりとした展開でしたね。
なんや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 、最後の演出は。ほんでお前いつまで原付で足止めされとんね。抜かした、待ってたかのように違う方行ったよ。あ、またあるやん、クヒ。クヒだ。墓からも花桶からもヒバリかな。なやそれ。小林一茶。小林一茶。ヒバリが鳴くような平和な場所で死んで眠りにつくのも悪くないか。あ、そう。なるほど。ほな、ちょっとアパート戻りましか。ただいまと。桐生さん。ダンヤ。いいのか。あ、お前か。ジョーカー。さっき遠くから桐生さんを見かけたもんでさ。もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんの屋さなの。まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか。紅章がつけられんぞ。またのんきにってわけじゃないんだけど、桐生さんの方こそ問題ない。ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え、明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。確かに。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんでな。もっと大事なことや。それならどうかしたか。いや、桐生さんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。なや。ん、まあとにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとくよ。それじゃ。いや、何か言えよお前。何も言わんのかい。はい、ただいまと。さあ、カムロ町行くか。寝て。朝になればすぐカムロ町に行くことになる。今夜はもう寝るか。明日はカムロ町へ行くことになる。明日に備えて今日はもう休もう。